帰りよ、ソン。ほら。おいで。おいで、ソン。帰るよ。帰るよ。ソン、ほら。はい、皆さんどうもこんにちは。ボルゾイのソンです。今回の動画では、僕とソン、二人が受けた2020年最後の衝撃の結末がテーマです。撮影日は12月30日、気温はマイナス7.7度らしいです。撮影した時はまだ2020年も1日残っているんですが、そこは多めに見ていただけると幸いです。この動画のポイントとしては、皆様にソンと同じ気持ちになっていただくことが重要です。そのためいつもはカットする部分も今回は早送りで動画を作成しております。雪が降ってますので、一部画像が悪くなっております。ご了承ください。痛い。膝が。ああ。ここは僕と同じ気持ちになってください。膝の皿が割れたと思いました。そして僕は思い出しました。昔、小学生を小さい頃、父親と二人でお風呂に入ってる時に、父親の顔面に頭突きをして、父親がもがき苦しんでいたの。きっとこういう気持ちだったんでしょうね。おごりたいけど、怒れない。今日は休みだったので、いつものベルバへ。以前質問を受けたんですけれども、ベルバって何っていう話ですね。僕も正確には知らないんですけど、個人所有のドッグランになりまして、持ち主さんがベル君、ベルちゃんって言うんで、ベル君の場所って意味だと僕はずっと思ってます。いつもは車で行くんですが、今日は休みだから歩いていこうと思います。まだ帰りそう。重ね重ね申し上げますが、今の気温はマイナス7.7度。ググったところ、上の方に出てきた日立資産の2017年の手法では、冷蔵庫の中の温度は5度前後となりますので、平均気温が4度というと冷蔵庫の中で住んでいるような気温ですとおっしゃっていました。ちなみに冷凍庫はマイナス18度らしいです。そんな冷蔵庫の中より寒いけど、冷凍庫よりは暖かい中標津の街をその2人で散歩していきます。あまり見どころはないので、ここからちょっとスピードアップしていこうと思います。ちなみに動画の見方なんですが、タイムスケジュールを概要欄に入れているので、そこから結末まで行けます。ですが、結末だけ見ても間違いなく全く面白くないので、もし時間がない方も早送りして見てもらった方がいいのではないかなと思います。今の速度が4倍速になります。皆さんにご覧いただいている時間の4倍の時間を外で過ごしていたことになります。正直めちゃくちゃ寒いです。もう少し厚着してくればよかったなと思いました。ちなみにソンも今日は服を着ています。ソンのイメージカラーの赤い服2枚重ね仕様です。待って。行こうソン。マジか。よし行こう。雪の中を散歩すると、自分の体温で溶けた雪が凍り、足の周りに大きい雪玉を作って帰ってくることが多いです。そのためソンはいつも足を冷たがっているのではないかと思います。この日は全然足を冷たそうに感じている素振りもなく、一生懸命歩いていました。しばらく移動時間になるので、今年の抱負と来年の抱負を発表しようと思います。今年は11月の中旬にあるオープンチャットと出会い、 YouTube の知識を増やして過ごしました。皆様は僕の YouTube の変化には気づいていただいていたでしょうか。
もし気づいていらっしゃった方はコメントに頑張ってるなとかまだまだだとか全然面白くないよとかコメントいただけると嬉しいです。今年の目標は登録者200人、あと2時間達成できるのでしょうか。来年の目標は登録者1000人と新しい企画の実行です。いろいろ考えていたので後日動画にして発表させていただきます。ぜひご参加よろしくお願いします。そして僕は皆さんに伝えたい、これが中標津だと。もう街抜けました。ここからこの道をまっすぐ進むと別海町につながっていきます。この雄大な大地、一面銀世界です。見渡す限り白、地面も白、空も白、雪も白、層も白。すごく寒いです。はい、ベルバイに到着いたしました。やっと目的地までたどり着きました。いやー、ほんと寒かった。コロナのため禁止です。20分かけて歩いてきた目的地ベルバはコロナのため禁止です。そん、コロナのため禁止だって。帰るか。行こう。そん、帰るよ。だってコロナのため禁止だもん。そんな裏ルートないよ。ソーンにとってのベルバの魅力を確認したい方は過去の動画でご覧ください。ベルバという言葉を聞いたソーンの可愛い反応がご覧になれます。概要欄に貼っておきます。そこの裏ルートもないって、そん。もうそっちも行かないよ。帰ろう。どこも行ける場所ないよ、こっち。そん。帰るよ。帰るよ、ソン。ほら。おいで。おいで、ソン。帰るよ。帰るよ。ソン、ほら。ソン、帰るよ。ソン。ソン、帰るよ。おいで、ソン、ほら。
最後まで動画をご視聴いただきどうもありがとうございました。2021年も頑張ってまいりますので、引き続きご愛顧よろしくお願いいたします。最後にチャンネル登録、高評価、コメントいただけると幸いです。前回の高評価では焼き芋を食べさせてもらうことができました。次の高評価でもソーンのおかずが変わるかもしれません。バイバーイ。